で、今難民という立場にいる人たちと関わっているんですが、やっぱ紛争とか迫害に遭った人に対して安全で安心できる日常を、送ってほしいというのが本当に根本にある思いみたいな感じになります。はい。何やってる会社ですかっていうと、社会問題を解決するソーシャルビジネスしかやらないと決めてる、会社、あるいは会社のグループです。はい。で、今、だいたい世界15カ国で、ごめんなさい、これ45社じゃなくて、今47社があって、それが集まった企業のグループ体というイメージです。で、グループ全体の一つ目安として売り上げは、65億というのが、2021年度の結果になります。でも、本来人間ってみんな人間だよねと、人間社会の一員っていうのは同じだよねということなので、そういう非効率とみなされてしまう、人ですとか存在も含めて、もう一回社会活動を再構築していこうというものが、ソーシャルビジネスということというふうに我々は考えています。で、具体的に我々、売上とか利益はもちろん見るんですけど、もう一つソーシャルインパクトということをすごい重要視していまして、それぞれ47社あるので、それぞれこういうことが理想だっていうのを掲げてるんですけど、それは、それぞれ数値化して、こういった対象、あるいはこういった状況がこうだったら、インパクトを出せてるよねっていう指標をそれぞれ持っています。なので、売上利益だけじゃなくて、ソーシャルインパクトっていう言葉が、このボーダレスになるとかなり、頻繁に飛び交うといったようなイメージです。大丈夫ですかね。年間100社を生み出していって、10億円規模の企業が、1000社集まって、社会問題を解決する、1兆円グループになるというのが、一つマイルストーンになっているので、それを目指す体制作りを、もうどん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 、進めていくというイメージです。で、我々、今10億円と言ったんですけど、一社一社はそんな大きくないイメージなんですね。というのも、マーケットがあったら他の会社やってるよみたいな領域。だけど、そこを他社さんとか他の団体さんと、ここ入ってもビジネス化できないよね、難しいよねみたいなところに、どうしてもやっぱそういったところで社会問題化しているケースが多い、あればあるので、なので、一つ一つはちっちゃいんですけれども、本当にここに書いてある睡眠のように、一つ一つはちっちゃいんですが、みんな大きくなったら大きな力になるんじゃないかということで、いっぱいいっぱい集まって大きなインパクトを出そうという考え方でやっています。はい。そこから、その結果、高齢者が犬をペットショップで購入するという悪循環が起こってしまう可能性があります。その悪循環への対策として、高齢者でもしっかりお世話ができるという証明を保護施設側にしなければなりません。なので、まず全ての犬を飼っている高齢者を対象にサービスを提供します。サービスの内容としては、まず利用者に月額で使用料を払ってもらいます。リードに GPS をつけて散歩をデータ化し、アニドットに登録された高齢者のそのデータは運営に届きます。AI で1日に1度も散歩に行けてない高齢者を表示します。まず何か問題が起こってないかなどを電話で確認し、一時的な身体の問題だった場合、散歩サービスを提案します。どうしても連絡がつかない場合は、運営側が様子を見に行き、高齢者も犬も安全な状態かを確認します。死亡などの非常事態だった場合、犬について家族と相談を行い、犬が完全に安全な状態といえる環境にまで持っていきます。どうしても行き場がない犬は、アニドットの資金で犬をお世話し、譲渡主探しを行います。終わりです。ありがとうございます。ございます。それでは田口さん、青山さんの方からフィードバックをお願いします。はい、ありがとうございました。もう、これ、どういう、あれですかね。サービス利用料みたいな、利用料っていうか、どういう形でお金もらうっていう感じに、なんか全体の流れ、お金の流れってどんな形になってるんですか。今考えているのは、そもそもこのサービスを利用する際に、まだ値段とかは考えてるんですけど、お金をもらって、で、その散歩サービスっていうところについては、他の多分もう会社があると思うので、そこに依頼しようとしてるので、資金としてはまず最初の、
最初の時点で払ってもらって、まあ、そこはまあ月額何円みたいな感じしようと思ってます。保護犬はどこから来るんでしたっけ？ごめんなさい、僕は聞き逃してたかも。あ、保護犬は、今の施設の。施設からか。はいはい、はい。あ、なるほど、なるほど。わかりました、わかりました。そうですね。施設、うん。いや、とてもいいサービスだなって思います。まさに譲渡ってすごい大切なんだけど、高齢者に譲渡ってもうほとんどできない。まあ、またその結局、まあ、病入院しちゃったなんたらだっていうところで、でなんか高齢者とこういう犬猫の相性って本来すごくいいし、高齢者にとってもすごくいいことなのに、実際ここに譲渡がいかないっていうのはすごくもったいないことだなっていうふうに思うので、このサービス自体すごくいいし、で、まあ、そこにアドオンする形で、まあ、こういうなんていうのかな、その飼い主側の安全っていうのもケアできるとか、あと散歩をちゃんと行ってるっていうことは犬にとってもすごくいい状態っていうか、まあ、ちゃんとケアされてるっていう、ここ飼育放棄されてないっていう状態だと思うんで、これ双方にとってすごくいいなと思うんで、まあ、とてもいい目の付けどころだなって、まあ、あとはお金の方でしたね。お金の方だけあとはもう一個突っ込んで考えてみたらいいかなと思うんですけど、一つの話としては保護団体からもらったりとか、あと施設、まあ、シェルター、その行政が運営しているところから行くと、基本的にそこからはお金もらえないって、まあ、愛護団体とかから買うと、むしろお金払ってもらわないといけなくなる、払ってから僕らが連れてこないといけなくなってくるんで、そこでお金出ていっちゃうみたいな形になるんですけど、実際こう、泣く泣く保護シェルターに持ってってるところ、保護、なんとか飼い主さんとか、結構いたりするんですよね。そういう人たちが、まあ、逆にこういうサービスとして、まあ、ちゃんと自分が次の人を見つけて、かつその後の、ちゃんと飼われてるっていうのをモニタリングするシステムがあるんでって言った時に、本当に泣く泣く飼えない人たちは逆に、今後の、なんていうか、ただでとかじゃなくて、ちゃんとお金を払って引き受けてもらうっていうような形とか、こちらからお金もらったりっていう可能性は十分あるんですよね。で今そういうサービス、探してみたら分かるんですけど、何十万もするんですよ、引き取ってもらうっていうことに。だからそういうのから考えると、そこをすごくちゃんとリーズナブルな形で、ちゃんとした形でこれはしょうがないねっていう、誰か引き取らないといけないねっていうケースっていうものをちゃんともらうっていうのも一つだし、それとあとは当然ながら高齢者側からのサービス利用料っていう形でもらうっていう、ダブルにしていくといいかなと。最後ここに書いてあるように、やっぱどうしても行き場がない、やっぱ病気の子とか、すごく高齢の子とか、介護しないといけない犬猫って絶対いるんで、やっぱそういう子たちは基本的にこちらの出費でやるしかないかなっていうふうに思うので、そうなるとちょっと余剰資金をこう双方からもらうっていう形をすることで、良くなるかなと思ったんで、はい。まあ、そこのお金のとこだけ、もうちょっと踏み込んで考えると、まあ、サービス自体はとても素晴らしいなと思うので、ぜひ頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。はい。